はい、どうも、アーサーです。エルデンリングやっていきます。ということで、早速ですね、ここもう間違いなくボスですね。もうサインが書いてあるので DLC 初の、まあ、ボスとなります。まあ、あわよくば初見でね、まあ、苦戦せず一発で突破したいところ。いや、ボリュームすごそうだな、今回の DLC。 それでは行きます。こいつプロモーションビデオに映ってるやつですね。最初のボスだったのか。えぐい見た目してるな。なんか何度も死にそうな気がする。しかし死ぬわけにはいかない。まず写し見つかって、まあ様子見。今回は魔法使いでね戦っていきます。夜の彗星強い。あ、でも白サイン呼ばない方が良かったかな。確かこれ呼ぶとあれでしたよね、ボスの体力増えちゃうよね。呼ばずに写し見におとりになってもらってやった方がなんか早く終わりそうやな。近づきたくないな。いや硬いな。とりあえず地名取って、結構かっこいいな。これ第二形態やっぱあるよね。エルデンリングのボスってほとんど第二形態あるよな。第一形態とさ、全くの動きが別物になるぐらい嫌だわ。また覚え直さなくちゃいけないわ。雷タイプか、かっこいいな。しかしね、アズールがそんな食らってないな。タイプが変わるのか。お、ラッキー。地名取っていく。あれ、これいけんじゃないの、初見で。倒せんじゃないの。とまあ油断するのは禁物なんで。なんだこれ、霜踏みみたいな。でもあんま痛くないね、攻撃食らっても。これもう遠距離でさ、離れて、いや勝てそうな気がするけどな。しかし月光担いでるんでね、やっぱ月光で倒したいところ。攻撃当てたいな。よく動くな。あ、ちなみに周回数はね、多分2周目かな。1周目ではないことは確かですね。雷、
ズールで倒すか。すんなり倒すな。こんなに簡単に倒していいわけ。いや、私もね、あのエルデンリングやるの久しぶりなんですよね。グロテスクな頭装備だなって。でかっ、バランスが。幸先よくスタートできてよかったですね。うん、魔法使いいいな。あの、うつしみ使ったら、あの片方がね、タゲ取ってれば、もう片方はね、魔法使うので、まあ、非常に戦いやすいですね。もうメッセージ書いてる人がいる。この人たちはみんな倒したんだろうな。早いな。今、DLC が、まあ、配信されたら大体2時間くらいなんですけど、もうラスボスまで倒した人いんのかな。なんかボリュームすごそうだな、今作の DLC。 確か本編の3分の2以上でしたっけ。多いな。もうこの扉を開いたら次はボス戦って感じでいいんですけど、まあそんなうまくはいきませんわな。長い階段があるな。この階段を登った先が次のマップかな。さっき嘘つきがある。デーマか。こっちもなんもねえな。え、これは、え、影に隠され封印されて、まずは東、東に行けってこと。まだここは行けないの。まあ、そういう感じっぽいな。次は東を探索しますかね。はい、ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。